棄された帝国軍の工場がサラストにある。ベルシオ提督はその中の武器庫を回収するつもりよ。それをこちらが先に盗む。作戦を成功させるために助けを呼んだ。シュリブは地上でカルリジアン将軍に同行して、武器を抑えたら私たちが護衛する。どんな手を使ってでも父に渡してはならない。嫌な予感がするんだな。まあ当然だな。まだ連中の部隊はいないはずだったんだが、アイデンに引き上げを連絡しよう。落ち着け、たった一部隊だ、大丈夫さ。あ、違ったらどうする。サーモレーザーか。捨てられた施設にしては固く守られてやがる。話し相手に連れてきただけなのにな。戦略分析を聞けた。やめてくれ、サラストには詳しいんだ。ここの解放に関わってたからな。帝国が残る理由が分かった。ああ、一本取られた。静かに。ついてこい。ああ、そっちがついてくるべきだろう。これはインフェルノ隊の任務だ。だが私が将軍だ。分かった、先に行け。おい、見ろ、帝国が使ってた ETAT の戦闘ラインだ。ここは通れない。組み立て隊を動かせば中へ入る。よし、操縦席へ。そりゃまた便利だな。行くぞ。降りてくれるか。まずは手間だ。そう、ファッションのセンスは自信がある。おい、見てくれ、捨てられてなんかないぞ。生産が行われてる。そうだ、武器を盗み出して工場を止める。ラッシュ、シャーマン宮殿からハンソルを助けた時もラッシュだったぞ。と方法は大丈夫。あんたがいると計画変更ばかりで嫌になる。あ、中央パーツだな。工場の能力を落とせる。問題はあのストームトルーパーのものを通す。そう言うな、お前とお前懐かしの関係は復活だ。いつも通りか、参ったぜ。よし、当社はありがたい。よし、中央ターミナルまで行って能力を切断しよう。私が撃ったら分かった。
よし、なんとか大丈夫だな。ターミナルまで行って工場を止めるぞ。ちゃんと分かってるんだろうな。もちろんだ。不正アクセスを確認しました。システムをロックします。いいね。このボタンだと思ってた。よし、計画変更。この下には溶岩があるな。ああ、あんた、どうするんだよ。いいね、逃げる手段を頼む。なら、お前から逃げる足だな。
したい気分だ。席を譲ってくれ。ここで死ねばお前を道連れにできるな。そりゃいい。見ろ、大丈夫って言ったろ。